えどうもお疲れ様でございます。本日7月4日木曜日朝6時の相場解説になりますけども、今日はね、アメリカの独立記念日ですね。で、アメリカが市場を休んでるってことになります。このあたりはアメリカの国民でないとわからないようなポピュリズムってのがあるんでしょうかね。私たち日本人は建国記念日とか憲法記念日って言っても単なる休日としか思わなくなってきましたけども、まあね、 本当にね、この国がスタートした時とかね、この国が形を変えた時ってのは、記念日にするほど、そしてそれが死死孫孫に至るまで、ものすごくね、モチベーションを上げるものになるはずなんですけどもね。いつの頃か私たちは国民性も、ね、単民族国家の割には忘れてしまって、単民族国家のアメリカの方がね、そのアメリカの、この、 建国記念日とかね、独立記念日っていうのを祝う傾向にあるのは、まあなかなかユニークなことだなと思います。で、日本では何も起きてないかってそうでもなくて、今日からね、新札が稼働するんですよ。新しいお札が今日から使えるようになります。そして昔のお札ってのは今までと同じように使えます。<laughs> だから昔のお札は使えなくなるから回収しますよって人がいるんですけども、そんなことないですからね。別に使えますから。はい。永遠に使えますから。だから、 昔500円札ってのがあったんですけども今でも使えるんですよでも今通常の決済に使うよりも金券ショップに持って行った方が儲かるんでそうしますよねそういった意味で古銭って使っていた時期よりも値段が上がる傾向にあるんですよそうなると通常の決済で旧札を使う人っていうのが自然と減るでしょううまいことバランスされてるわけですよねさあそれでは 市場解説になりますけれども、相場解説ですね。えっ、ー、と、162円にはならなかったようです。そして値段は落ち着いて161円の仲間になりました。こうなってくると、介入が入る必要はなくなってくるとの解釈もできるんですよ。まあ要するにね、介入水域っていうのは以前こういうふうに設けられていて、えっ、ー、と、2回介入が連続で入ったんですよね。ところが、緩やかなあの上昇という形でね、今急激な上昇ではないっていうふうに、ここを解釈すると、 おそらく介入が入るとしたら明日なんですけども、このままの値段161円台で推移する分には、もうこれ、介入入れる必要ないってことで、リバランスされるんじゃないかなと思います。まあ、ちょうどね、152円がずっとね、介入のポイントだったっていうふうに、多くの市場関係者、投資家が思っていたわけですけども、一旦160円を突破して、介入が入ってさらに160円台に戻ってくると、もうこの辺りでね、価格がいろんな意味で落ち着くんでしょうね。 実際はもっともっとあの円高に触れた方がいいという動きもありますけどもまあもともとねあのドル円なんて370円のところから来ましたからねうんまあだからいくらじゃないといけないってことはなくってこれは通貨の発行量のバランスの話ですからねだから急激に変わるといろんな決済で困ることはあるんですけどもまあ 緩やかに変わる分とかね、予想できる範囲で変わる分については十分対応ができる。まあそれが為替ってやつだと思いますけどね。はい、それでテクニカル的な解釈を申し上げますと、え今日は161円で推移するんではなかろうかと思います。その中で実際にトレードをして利益を出していくことっていうのはそんな単純ではない木曜日になってきました。昨日まではね、優しかったんですけども、今日は伸びが止まって、しかもアメリカが休場ですから、通常の昨日までのテクニカルのように はいじゃあこの値段を超えたらイントリーしましょうねみたいなことがねなかなか言えないんですよねまあ上昇トレンド中なら上昇トレンド中なんですけどもただその上昇トレンドも一旦収まってレンジに入ってきてるんじゃないかなってことこですでこちらのひげ先ってのは昨日の ADP の雇用統計ほか材料がいくつかありましたんでねでパウエルさんもあの記者会見してましたんでもう終わりましたけどもこちらの方が影響を及ぼしてる部分はあるのかなっていうところですけどもその影響も今終わったかなってところです で、4時間では顕著な動きは見られずに、で、こういう時にやっぱりもう一回レンジってものを考えていかないといけないなっていうところで、1時間軸に話を移していきます。はい。こんな感じでね、前回もレンジをこことここ結んで横に伸ばしました。そうすると、このヒゲはあるんですけども、実体でここで符合してくることになります。そして天井はこういう風な天井を作ってました。ここで山ができたんですけども、いわゆるえぐれた状態で戻ってきたって感じですよね。で、 ここでもう一回跳ね返ってるところを跳ね返って下に行,か行ってるところを考えたときに今日はこの2本のレンジでまずは話を進めていったらいいんじゃないかなと思います、まあ、上下がね35ピップソードの本当に狭いレンジになりますけども、まあ、しかし与えられてる条件がこれしかないんでこれで行くしかないかなってことですでレンジインレンジをするならば その引力圏内は上でここ、下でここっていう風うに測ることができますんで、こうなるとちょっと幅がでかすぎるんですよね。今度はね。なかなか程よいレンジに今回収まってませんので、だから難易度が高いっていう風な表現になるわけですよ。ね。こういう風な幅の広い外側のレンジ、幅の狭い内側のレンジだと、通常のレンジレンジ、レンジンレンジもね、なかなか使いにくいってところがあります。まあただ、なんとかね、利益を出すために、 今日もしっかりと相場解説していきます。で、今の時点で言うことがありませんので、今の時点ではね、また、あの、数時間後の相場解説に席を譲りたいと思いますので、よろしくお願いします。